こんにちは、瀬名助です。今回はですね、面白いものを、紹介して、そしてその面白いものっていうのは食べ物なので食べてみたいと思います。でね、ただね、食べるだけじゃないんですよ。今から紹介するものは私にぴったりな食べ物なので、ね、早速ね、お見せしたいっていうか、ここにね、あるんですけどね。じゃあ早速ね、まあどういうものかね、お見せしますね。じゃじゃん、こちら百式豆腐ですね。百式豆腐、これね、ツイッターで見かけたり、あとはね、いつもね、動画見てくださってる方、ツイッター見てくださってる方々からね、こういうの出るよ、瀬名助さんにぴったりじゃないみたいなこと教えてくださって、で、私もね、ちょっとすごく興味が出たので購入することにしました。これね、面白いんだよ。ぬる豆腐って言うんですよ。本当にプラモデルみたいに豆腐がね、百式豆腐っていうからね、百式の顔の形してるんです、豆腐が。で、それに黄色いね、金粉入りだったかな、金粉入りのソースがついてるので、それを筆やスプレーを使って塗装してから豆腐食べようっていうね、面白いでしょ。めっちゃ面白い商品なんですよ。で、私は一応ね、プロペインターということで、はい、塗るお仕事をしているということで、塗る豆腐、私にぴったりじゃないということで、早速ね、開けてみて、そして豆腐をお皿に出して塗ってみましょう、筆で塗ってみましょう。楽しみ。じゃあまず開けないとね。開ける、どうしよう、これ。この箱さ、めっちゃかっこいいからさ、開けるのもったいない感じがしちゃうけど。開けよっかな。開けよっか。綺麗に開けたいですよね、やっぱりね。はい、このナイフなんかいいんじゃないでしょうか。これで開けていきたいと思います。これで開けますね。これで綺麗に開けていきましょう。あー、怖い。あ、いけた。よし、よし、いけた。これで綺麗に開くと思います。よし、開けてみよう。中どうなってんだろう、どうなってんだろうね。全然わかんないんだよね。あー、待って、サイドがダメだ。開けました。開けるよ。あー、すごい、すごい。か、待って、めっちゃ豪華だ。めっちゃ豪華。見てこれ、見て、すごい、パッケージでかっ。こんなでかいんだ、ほら。え、こんなでかいと思わなかった。私、8個入りでね、これね、8個入りから売ってましたね、こちらね、この段ボールに入って。百式豆腐、これ反対だ、こっちだ、ほら、めっちゃいいね、これ。で、見て、後ろ、こいつ濡れるぞって書いてある。 G 豆腐、 G ビヨンド豆腐かな。ほら見て、ほら、筆で塗ってる絵がついてるでしょ。こいつ濡れるぞですからね、開けてみましょうね。やばいね、テンション爆上がりだわ今。やばいやばい。じゃあ開けてみます。開けると、わあ、かわいいぞ。なんか見て、この感じめっちゃいい。かっこいい。かっこよいね。じゃじゃん、オープン。はい。で、このね、後ろについてるのが、まあ、塗料と言うべきであろうか。カレーソースですね、こちらね。こちらのカレーソースを、この百式の頭のね、豆腐部分に塗っていきますということです。とりあえずさ、どうしようかな。とりあえずね、これお豆腐出してみよっか。てか、入れ物めっちゃかっこいい。よし、じゃあやっていきましょう。開けよう。100。はい、ではお皿に出しますね。こうか。で、出したらいいんだろう。どうやって出したらいいんだろう。プッチンプリンみたいにはいかないか。ちょっと待ってね。出ました。こんな感じで、お皿ミスった。お皿ミスった。ちょっとぐちゃってなってる。酔ってるね。こんな感じ。
でもかっこいいね。こんなんできるんだね、お豆腐で。アートだね、すごいね。ほら、ちゃんと百式の顔だ。これをね、私は今回ね、ついてたカレーソースで、カレーソースを使って筆でこちらのお豆腐塗っていきたいと思います。よっしゃ、やるぜ。カレーソースで塗って、で最後はね、ちゃんと美味しくいただきます。楽しみ。私お豆腐好きだからな、楽しみだな。はい、じゃあね、塗装の準備しました。はい、豆腐をね、お皿移し替えましたね。ちょっと形が崩れそうだったので移し替えました。で、あとね、こちらね、塗料、こちらが塗料です。カレーソースの塗料、ね、金粉が入っててね、キラキラしててめっちゃ綺麗です。で、これはね、塗る豆腐ということなのでね、筆で塗りましょう。私は、はい、こちらね、下出るブラシ用意しました。こちらね、まあ、一応食べ物に塗るっていうことなので、筆先はしっかりとね洗いましたので、これを使って、さて、ペイントしていきましょうか。え、どんな感じなのこれ。どんな感じになるんだろうね。ちょっと待ってね、いくよ。ちょっとつけました、筆先つけましたね。つけて、結構いい感じに塗れるよこれ。あ、面白い、面白い。あれ、思ったよりは塗れるぞこれ。こいつ塗れるぞだね、これ。パッケージの言葉と同じで、こいつ塗れるぞだね。え、見え、映ってるよね、ちゃんとカメラに。え、塗れる。え、すごい。ちゃんと塗れてるよ、一応ね。これ塗れてるよね。すげえ。え、面白い。めっちゃ面白い。どうしよう。これハマるぞ。え、楽しい、なんか。ちょっと多めで塗るのがコツかな、これ。楽しいじゃん。なんじゃこれ。めっちゃ楽しいやん。メインとかどうしようかな。こんなんさ、子供の時こういうことしたら絶対怒られるけどさ、大人になってからこんな食べ物にこうやって色を塗るような遊びをさ、やらせてもらえるの、なんかすごいありがたいんだけど。夢があるね、面白い発想するね、柔軟だね、頭が柔軟だ、すごいな。いや、ほんとこういうね、想像力かきたてるようなね、遊びって大事だと思うんだ。私は大人になったらそういう遊びって減っちゃうけどさ、なんかやっていってもいいんじゃないって。大人でもね、人形遊びだって大人はやってもおかしくないしさって私は思うんだよな。はい、いいじゃない。はい、ということでね、塗り終わりました。じゃん。めっちゃ楽しかったんだけど。じゃあね、ここからはね、食べてみたいね。味がどんな感じなのか。カレー味とさ、豆腐って私合わせたことないからさ、味がね、ちょっと気になってしゃあないんだよね、実は。なので、ちょっと食べてみたいと思います。もったいないな、食べんの。ちょっとでも食べよう。え、めっちゃ美味しい。合う。カレーソースの味めっちゃ美味しいし、まあ、それ以上に、豆腐の味がめっちゃ美味しいわ、これ。ちょっと豆腐だけで食べてみようかな、一回。豆腐がね、甘みが結構強くてね、美味しいですね。甘みが強いと言っても、そういうなんか、なんだろう、下品な感じじゃなくて、すごく上品な味。後味もすごくすっきりしてるし、え、めっちゃ美味しい豆腐だ。すごい。豆腐屋さんだもんね、これ作ってるのね。お豆腐屋さんだよね。で、カレーソースが意外にちょっとピリ辛なんだよね。まあ、めっちゃ辛いわけじゃないんだけど、ちょっとピリッとくる辛さがあって、その辛さと豆腐の甘さがいい感じに合っててさ、めっちゃ美味しいわ。はい、ということで、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。美味しかったし、超楽しかったし、うん。すごいね。豆腐でこんな遊びができるなんてね、素晴らしいよね。面白いな。子供の時にこういうことやりたかった、私。豆腐に色塗るなんてやってみたかったな。絶対ね、めっちゃ喜んでたと思う。まあ、大人になってからできてよかったけどね。こんなことをさせてくれるの、
ありがたいことだよ、本当に。大人になって、こうやってね、想像力をかき立ててくれるようなね、遊びをね、提案してもらって、させてもらってね、すごい。いや、いいことだと思います、すごく。はい、ということで今回はね、ぬる豆腐、百式豆腐をね、購入して食べました。で、実際にね、まあ、ぬる豆腐ということなので、筆で塗ってみました。そして、美味しくね、食べました。美味しく食べました。めっちゃ美味しかったし、楽しかったし、最高のね、豆腐でした。うん。でね、百式の顔の形にね、豆腐がなってるのもね、すごくね、かっこよくてね、良かったです。そしてパッケージとかもね、こだわっててね、めちゃくちゃ良かった。もう満点ですね。最高。はい、ということでですね、今回もすごく楽しかったです。皆さんもね、気になった方、購入して食べてみてはいかがでしょうか。ということで、今回はこの辺で。じゃあねー。またねー。